多分もうちょっとなんだろうな。あ、バトルだった。どう？三浦くん、私ちゃんと動かせてる？待って、誰だ？大丈夫です、夏野さん。飲み込みが早いですね。右の人は分かる。任されたんだもん。あの、なんかロボットの彼に笑われたくない。特になんとかなんとか取ってきた。敵も来てるんでしょ？こんな遠くに騎兵出してよかったの？我々の乗る騎兵は遠距離攻撃を胸とします。近づかれる前に撃破するのが基本的な戦い方だと教わりました。近づかれたら危険ってこと？両腕に接近専用の電磁波採水が追加装備されているものの、囲まれると苦戦を強いられるでしょう。そうなんだ。そうだよね、そうなるよね。D 信号接近、迎撃態勢、戦闘情報処理開始。来た来たよ、三浦くん。どうするの？もう撃つ？夏野さん、落ち着いて。敵をよく見て。敵は数で勝る。一発で多くの敵を巻き込み、一網打尽にするんです。三浦くん、私なんだか震えてきた。大丈夫。震えるのは電磁砲弾を撃たれた相手です。三浦くん見て、敵が一直線に進んでくるよ。この位置なら、ああ、まあ、ちょっと待って、このミニレーンガンで直進する怪獣の群れを抜きましょうか。なんとか難しいこと。これはなんだったんですか？なんで名前だったんですか？落ち着け、訓練通りやるんだ今。見たか、敵への消失を確認。すごい、一撃で倒せちゃった。電磁砲弾の威力は大型戦艦の46三次砲一斉射に匹敵します。やっぱ全然例え分かんない。ただしこのような強力な兵装は消耗も激しいので、闇雲に撃てば出力不足で戦局に対応できなくなります。了解。頑張って勝利条件、すべての怪獣の敏感、怪物条件、ターミナルの怪獣、ターミナルの手前にある青いやつだね。しっかりしないと。待てよ、これさ、あそこ敵のさ、範囲が分かんないけど、やっつけてやる。あ、でも当たった、倒ったわ。ないね、マーカー、だ、ディティングスすべて、あ、違うな。敵の動きはやばいな。全国的にさ、近いのか、敵の距離が。これはやばすぎる。行くぞ。やったか、敵を撃破した。攻撃されるのか。なんとかしなきゃ。ああ、なるほど。攻撃したいか、これはやばすぎる。ああ、どっちも当てたいじゃん。敵全部入ってる。やっつけたわ。あとは君に倒すの。引くわけにはいかない。やってやる。見たか、敵への消失を確認。なんとかなった。初めてであれだけ動かせれば大したものです。三浦くんがいてくれたおかげだよ。D 信号接近、攻撃圏内。あじゃあ、また来た。あいつらどれくらいいるの？そうなんだ、一緒じゃない。いからガチで、思った倍くらいいた。まずいな、敵側にも攻撃範囲が広いやつがいる。どれ、なんで見てわかるの？どれ、誰だ？性能を調べろ、ギフ。 あいつの情報はどこかにないか。出た、これは知らん。要素破砕型、なんだそれ。名称はツインテール。ツインテール、それだけか。やばいね、情報しょぼいな。あるよ、攻撃現場に。三浦くん、攻撃する。待って、別方向に新たな敵が。またいや、この反応は。13番騎兵と15番騎兵だって、仲間。いいジスを起動する。このターミナルは間もなく封鎖だ。あー、ね、16も騎兵に乗るの？あ、そうか、資源国。本当になっちゃんだ。助けに来たよ、なっちゃん。よかったね。嘘、イオリまで。どうなってんの？それはちょっとわかんない、こっちも。何なら聞きたいよ。よく来てくれた16。
これほど心強いことはない。起動が完了するまでの間ターミナルを守るんだ。まあそうだね、ラッチャ一緒に頑張ろうね。ケミアちゃん軽いな。チュートリアル新ユニット大阪の登場する第二世代機には設置型の兵装新ユニットが登場されています。設置された新ユニットは敵に破壊されるまで兵装ごとに決められた行動を自動で行います。左右でどのを選択しアクションからセントリーガンを使用します。セントリーガン、指定地点に会場自動ポーズ小型の電磁化速攻砲を一気に使用する。この辺でいいよ。結構遠目に見た方がいい。自分の近くの力を振って。大丈夫、きっと大丈夫。やった。え、でも
技術が起動し、ターミナルは封鎖された。敵の反応が消失した。終わり。本当に終わりだったね。みたい。いや、まだ始まったばかりだ。ここが無理なら奴らは次のターミナルを狙う。その話が本当なら、敵の攻撃目標が少なくなるにつれ、一時点の戦局は過酷になる。そうだね、戦いはこれからもっと激しくなる。そんな、もう敵はいないのよね。よかった。誰、何て読むか分かんないけど、なんかすごい大人っぽい美女来たから、じゃあ次回こちらのお姉さんで遊んでいきたいと思います。年内にね、 YouTube のチャンネル登録者数1000人を目指してるんでね、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。友達とかね、家族とか、まあ別に誰でもいいけど、こういう人いるよって宣伝してもらえたら助かります。 YouTube 以外で言うと Twitter、TikTok、インスタ、おのおのね、概要欄のリンク貼ってあるんで、そっちの方からね、フォローしてもらえたら嬉しいでございます。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。